구독, 좋아요, 알람 부탁해. こんにちは、こんばんはございます。みなみです。はい、ということでね、皆さん、今日はみなみ、韓国で生の肉を食べたいと思います。わお。生の肉を食べたいと思います。思います。Nope。生の肉って言っても、あのユッケとかそういうものじゃなくて、サムギョプサルを生で食べたいと思います。それでは、レッツゴー！はい、ということでね、絶対に真似してはいけません。正直、みなみも怖いです。生で食べるの。だけど、食べます。はい。ってなわけないでしょ。食べるわけないでしょっていう感じでね、GS25 でね、なんと新商品こちら、バーン。見て、見た目さ、お肉じゃない。はい、これはね、サムギョプサルのような形とかのゼリーです。グミです。ほら、ここにゼリーって書いてるから安心してください。ゼリーですよ。 Nope。 はい、ネタパクりました、ごめんなさい。はい、ということでね、開けていきたいと思います。レッツーゴ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 ー。はい、前もね、ちゃんとね、かわいくてか、ちゃんと詳細みたいに書いてるので、後ろもちゃんと書いてるから、すごい。じゃあ、開けます。ビリビリビリ。うわっ、匂いがすごっ。うわっ、手羽木だ。じゃーん、ここにね、貼ってあるんだけど、あ、これ値段は3350円が330円でした。こちらです、生の肉。こんな感じでね、見せるね。こんな感じです。やばくない？でもこんなん、こんな感じ。厚さはこんな感じ。やばくない？じゃあね、食べていこうと思います。チャルモケスミダ、チャルモケスミダ。マシッソ。これは、待って、いちご？いちごの味かな。うん、みなみいちご好きだから結構おいしい。意外とね、これはおいしいです。いちごの味。ということでね、ごちそうさまでした。1枚食べてみたんだけど、なんかもっとこってりしてて気持ち悪くなるかなって思ったんだけど、意外とそこ思ったよりはこってりしてなくて食べやすい味でした。なのでね、見た目も可愛いし、まあ、こうやってね、パッケージにねなってるから、よかったら皆さん買ってみてください。
でもこれまあ1枚あの330円だから、まあこの1枚が110円って考えるとちょっと高いよね。でもね、あの本当に可愛いし、こういう感じでこういう感じでね、めちゃめちゃね可愛いので、よかったらみんな食べてみてください。見つけたら、新商品だからまあまだ売ってます。これはペンスよりは全然あるから、よかったらね買ってみてください。以上みなみでした。バイバーイ、あんにょん、こんばんはよん。はい、ということで今日も見てくださりありがとうございました。このねサムギョプサルね、美味しそう、めちゃくちゃ美味しそうとか、何本物のサムギョプサル食べたいとか、あと買ってみたいって思った方はね、高評価とねチャンネル登録よろしくお願いします。はいお願いします。でね、その他にも韓国でやってほしいことなどなどあったらね、コメントとかに書いていただけたらね、全部ねやっていこうって思ってるので、よかったら皆さんコメントもよろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。以上みなみでした。バイバーイ、あんにょーん、グーッピョン、サムギョプサル。